用意するものはおなじみの速乾性のモコヨボンドです。あとティッシュと、赤と黒と紫のアイシャドウ、なかったらケチャップで大丈夫です。であとパフにこんな感じでボンドを垂らしてもらって、水平になるようにまっすぐボンドを、なんて言うんだろうな、滑らせていく感じです。こんな感じに塗っていってください。逆になんだろう、ポン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 って塗っちゃうとベタベタ感が出ちゃうので、擦り込むようにまっすぐ塗っていってもらえるとうまくできると思います。そしてティッシュをぐしゃぐしゃぐしゃっと丸めて元に戻します。それでティッシュを半分にして、薄い1枚にして、さっき塗ったボンドの上にペタッと貼っていきます。はい、この白い部分をどうにかしたいなと思ってですね、お水を使って透明にしていきたいと思います。浸しすぎるともちろんこのボンドの部分もドローンってなっちゃうので、ここら辺からやってみたいと思います。コットン使った方がやりやすいかもしれないな。こんな感じで馴染んでいきますよね。はい、あれですね、化粧水みたいな感じ、女の子はわかると思うけど、こう肌にパッティングしていくような感じですね。まあそんなには白が目立たなくなったと思います。そしてここからなんですけれども、用紙を使って、まあ用紙じゃなくてもいいんですけどね、とんがったものを使って肌をめくっていきたいと思います。よし、ではめくっていきます。今水やったのでめくりやすくはなってると思うので、慎重にめくってあげてください。だいぶ気持ち悪くなりました。はい、で、ここからなんですけど、綿棒を使います。綿棒を使ってこの穴に色を入れていきます。これは、アイシャドウって言ったんですけど、ケチャップとかでも全然大丈夫なので、とりあえずやってみてください。こっちも全部ね、こんな感じに。はい、で、ここら辺がちょっと不自然なので、やっぱり上からポンポンポンって塗っていきます。はい、こんな感じですね。はい、で、この赤い部分は本当にちょっと濃くしても全然いいと思います。濃くした方がリアルになると思うんですけど、こうやってもちろんね、こう後から入れてもらって、もうペラーンってめくれるかも。ぜひやってみてください。では最後にめくりたいと思います。
はい、きれいに取れました。脱皮しました。気持ち悪い。はい、こんな感じです。ぜひやってみてください。